せーの、うーのエグラ図鑑。今日は亀里かなさんに来ていただきました。お願いします。なんて呼ばれることが多いですか？亀ですね。亀、亀ちゃん、亀。じゃあ亀ちゃんって呼んでいいですか？もちろんです。よろしくお願いします。まずは名前から。はい、バネディス所属の亀里かなです。よろしくお願いします。好きなアニメ、あんまりアニメとかを見る時間がなくて、ハガレンはでも全部見たと思います。あと呪術廻戦とかも。あー、最近だと、最近だとたまれんってやつ。あの、犬飼いみたいな、氷、あれだ、トゲね。トゲ、トゲ、あの、おにぎりの具しか喋れない。あ、そう、昆布とか言う。昆布。あ、そうそう、あ、トゲ、犬巻トゲ、めちゃくちゃ好き。好き、わかる。ダーツしてます。あー、もうひたすら休みの日がそのプレイヤーやってる日だから、仕事終わってダーツして、休みの日はダーツしに行って、このきっかけが芝居をやってて、へえー、役者さんと役者になりたくて、ほうほうほう、通ってた養成所が都内だった。で、家が埼玉なんだけど、養成所に通う電車賃を稼ぐために、うん、じゃあ都内でバイトしようって思って、はあはあ、じゃあおしゃれなところで働こうと思ったのがバンス。はい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 。で働くことになったのがきっかけ。出会いじゃないですか。それこそダーツバーって。いろんな年齢層の人がいて、うんうん、絶対この人ここでじゃなきゃ喋る機会もなかっただろうなって人たちと仲良くなって、うんうん、いろんな話が聞いて、すごいな出会いってっていうのはすごいめちゃくちゃ思います。うんうんうん。慣れてたの最初変になったの。でライブカード作ってでも4とかじゃないかな。それ初めて、まあ、1ヶ月ぐらいでカードを作ってっていう感じ。なんかスポーツとかってやってました？スポーツはバスケ。うわ、バスケ野球やってる人は最初からダーツ結構上手い説があって。いや、本当に言われますよね。フリースローの感覚でもできるんだよ。いや、みんな言うそれ。でもそのベンチだし、私ずっと本当にお前バスケやってたのってめっちゃ言われるけど、しっかりやってきますよね。うん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 。1年ちょっとかかってると思う。へぇー、ずっと4、5で、うん、まあ、楽しいしかないんですけど、対戦して、わけも分からず、うんうん、ボコボコにされ、でも苦しいからもう一回って投げ続けてる期間が結構長かった。じゃあ、A フラまでレーティング10。これ本当にさっき見て驚愕したのが、はいはい、7年。結構苦労されたんですね。本当に、うんうんうん、一生いかんと思った。楽しみにしています。一人で投げるときは基本ずっとカウントアップ、感覚良ければクリケットカウントアップとかシュートアップとか、うんうんうん、ご機嫌だったらグローバルやる。ご機嫌だったら一人で投げるときはそうですね。週何回ぐらいやってます？投げる日数？そうですね。毎日投げなきゃ、練習しなきゃっていうのは、うん、投げたいだから、はいはい、割と多いんじゃないですかね。最近は、うん、飛ばすことを体に染み込ませる、優しく、うんうん、でも、うんうん、飛ぶような気持ちいいところを探して。楽しいを続ける期間でいいと思う。入んなくても、まあ、すごい上手に投げれたっていうのが増えていくと楽しくなるんじゃないかな。それが入るとなお楽しいし、いいじゃない、楽しければって感じ。何よりも楽しさ重視。本当にそうですね。
嫌いになっちゃったらね、後も子もないから。うん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 。初心者の頃の自分に今何かアドバイスしてあげれるとしたら、今自分がいるとして、初心者の、例えばなんかここを意識して練習した方がいいよみたいな、そしたら7年じゃなくて3年で A フライいけんじゃないみたいな、あーなんかあったりします？ダーツってシンプルなんだよ。うんうんうん。すごい複雑に考えるじゃないですか。リスクはこうで、ここに引いて、まあでもそんな体が勝手にやってくれるし、うんうんうん、見たところに投げるだけでいいって聞きますよね。ありがとうございます、はい。これね、カットの後のあるある。じゃない。いやー、勝負強い。